調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております、先生。何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。おのが身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。信様が言うには、京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃあ、天使様も召し上がっておられる。向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。
何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿はその赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃん。それで困ってるのさ。間違いねえ。賊が森の中にいんのさ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんなら下どけ、私の番じゃ。勝負事は相手よりも仕事と力を持つことが気が付いてねえな。ここは一番道場じゃねえ。どうかお待ちを。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。そこだ、逃げろ。逃げろ、もう守れ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。やつらは俺たちにおるよ。
りやがった。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ、案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。死ねえ。楽にしてやれ。喜んで。一体何が望みでこんなことをしておるのだ。負け犬が。この向こう水なもののふは誰だ。して手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば読みへ行け愚かなわっぱが。喉をかっけ。負け犬が。
あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ひろき様。三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。やったぞ。やったぞ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者を、愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。百姓は何も持ってねえ。地雷も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるって。諦めな。どうぞ。その感傷いつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きを捨てればそこの木を持ってこい。早よせい、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。
命乞いするな。仕留めろ。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。さあ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。
我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。負け犬が今のうちじゃ。待て。生きておろうが死んでおろうが、拙者は神。三河村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃね。もう死ぬか。もう死ぬか。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。その先は誰も通さん。
せ。さあ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やってる。死ね。橋は落とされておる。されど、古い金堀のマブを通って。次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中、ババッ。どう。もう案ずることはない。片付けない。若いお方。もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くと、この鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら山に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの負け犬が。
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。伏せろ。女をすぐさま離せ。容赦ない処置。死んでない。もう。どけだ！雷神様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったな。どこのお方か存じませぬが、誠にかたじけのうございます。先祖に中にまだ誰かおるぞ。早く止め。クズ野郎どもめ。早く桶を持ってこい。
中に奴がおるんじゃ。貫く真の像がもう一つあったか。止めようとしたんじゃ、されど、されど、措置はなせることを全て果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場でどうぞお気をつけて。かたじけない。ここまでだ。首を落とす。
なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだためさ、喉集い場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。お前はわざわざこんな俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、それが私の願いでは。お客様たちはどこにおった。
ダメだ。アイコー、アイコ殿を見た者はおらぬか。そう遠くまでは行けまい。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。侍は皆上川村へ向かった。わしらの測った通り、奴らが戻ったな。わめくんじゃねえ。おい、助けてくれ。おめえは仲間じゃねえ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。戻ってきやがれ。百軒先からでも安ズを射止める。お主の頭など造作なきこと。早う行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。仕留めろ。馬毛ですかい。
犬猫でも生かしておくなというお言いつけだ。もったいないな。わし犬を飼いするなら今のうちじゃ。もう逃げるぞ。ヒゾ、落ち着け。もう大丈夫だ。であろうと僕の手にかかるくらいならと自害したのであろう。守る者もおらぬ中、なすすべもなかったであろう。拙者がそなたを見つけられるなら他の者にも容易に見つかるということぞ。ヒロキ殿、ここは危のうござる。逃げなされ、どこへでもいい。だがみんなおらんようになってしもうた。カギさんも子供もわしの弟までも皆そなたが生きる姿を見ておるぞ。わしには行くとこもねえし、行く通りもねえ。ここに残るは死のみ。行きなされ。また一からやり直せばよい。どうかの。わしは一人では何もできん。あなた様もすぐ分かるようになろう。まだまだこれからじゃ。
死ぬ。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。それあんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ、拙者をご存知ないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。これで最後じゃ。せいや。この卑怯者どもは抗う者にも出くわさず、やすやすと。次よ、命だけは見逃す。わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。切り刻んでやる。
と犬が叩き潰してやる。殿、お許しを。やつらの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさめ。先には死が待つのみじゃ。ならば死と出会うまで。ほっ、これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。死ねえ。落ち越えするな今の。こっちだ、小僧。どうかな。止めろ。臆病者め。
愛子殿は、愛子殿はいずこに？道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと、拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。お前など取るに足らぬ。戯れはもうよい。黄泉へ行け。愛子。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。
アイコ、まことにそなたであるか。アイコ、どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申し下され、見たのであるか。この先じゃ、されど心して参る。ここは汚れた地、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない、承知いたした。下がれ。どうしたというのだ。くまぁ、死ぬぞ。まだ気が多すぎる。くわぁ、汚れなし、清き者。はい、わしはお前などじゃあれん。この者のけども、自らを蝕んでおるようじゃ。馴染みのないか。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。拙者は切られるべき者にのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくも軽々とは。誇りはないのか、鬼め。待て、くさばれ。
橋は崩れぬだろうか。役立たずの無気の目、頭を下げや。ひれ伏せと言ったのじゃ、わしに屈すや。刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。
誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。ここに拙者には消せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。
拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。この湖は泳ぐには深く冷たい。荒神のようにおろそかな言い方であるが、こと足りよう。されど、お主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。すんだぞ。
わしのじゃ。いや、わしは、わしは、わしは、いや。うわ。お願いだ、そいつを入れんだくれ。戸を塞げ。塞ぐだけでは。誰か来る。やっと。全て食っちまった。
腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにおるすべてのもののように。もう少し高く登れば。月に淡い光が差しておる。わしらからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない。また来汚らわしい。
アイコ、拙者は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂とともに。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。何も決することはない。拙者はそなたのそばにおる。今はここではできませぬ。より深き闇へ下り、待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるならどのような闇でも立ち向かおうぞ。後ほどお会いいたしましょう。さように。されどあなた様のお心は別の地に導くやもしれませぬ。そなたにもう一度会うことはかなうか。一度だけ、もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば昨日も今日も一人だぞ。どこへ行く小僧。
己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。切り裂け。拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。ほっ。貴様はひどきであるな。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのだ。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。償いの術などない、それは承知しておる。されど再び愛子のもとへ戻らねばならん。一人にはしておけぬ。あの女は苦しむ。貴様のじゃ。ならば参れ。お主の技を見せてみよ。どうする、遅すぎる。やって流せる力がない。
切ることができるのか、磯へ参るのか、黄泉に舞い戻るのでなくば。切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。あの印じゃ、時とは揺られる足なり。
拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。アイコがこのすさんだ地に来ることもなかった。以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。命乞いするには少々遅すぎて。あっ、戻すことはできぬ。お前のしくじりを改めることもできぬ。
これは黄泉に送られた者全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。愛子に会うのじゃ。会わねばならぬ。見せようぞ。
もう一発じゃ苦しむ。また一つ魂が先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。勝つのじゃ。
抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしよったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。ほら姫、お許しくださいませ。アイコもこの地に深くにもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきことでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに契りを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえ。
読みを耐えるのじゃ。ヨミヤを忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。思い人と添い遂げるため。では守ると誓った者どもを見捨てるのじゃな。もう遅い、皆カゲロウに斬られてしもた。では他の者もまた死ぬ。
まばゆい幻、欺かれはせぬぞ。読み。前に進むことができようぞ。過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもがここに入らぬ理由を探しておる。核のごとき浅ましき地にありても先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。
わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。読みが許すならばじゃ。早道などありえぬ。誓いに忠誠であるな。食われた木のごとくこの地は崩れゆく。我が失ったものの幻をさらなる欺きまやかしじゃ。
この老夫に。な無駄足ならば、もしや我が愛子に会えぬようなことがあるならば、己が身の身を案じおって。私は見飽きた。幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。
のようなものではない。ならば我らは何じゃ、ヒロキ。何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らはカゲロウにとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。読みからは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に後となる。行くのじゃ。今なお燃え続けておる。我らはまたすぐ共になろうぞ、アイコ。すぐにじゃ。
他の奴らよりできるぞ。もう少しで目ん玉くり抜かれるところだったぜ。奴が武器を持ってなかったことに感謝するんだ。死ね、死ね、死ね。ボロキレが。神様、仏様、奇跡じゃ。わしらは見捨てられたと思うとりました。決してありえぬ。
こいつら百姓は何も持ってねえ。これがお前の最後の戦じゃ。野郎は一匹だけだ。立たずのクズ野郎が。これで最後じゃ。諦めな。腰をへし折ってやれ。炎が大きすぎる。他に道があるに違いない。誰もおらん。道じゃ。
カゲロウは滅びる。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。愛子のためなら何千回でも死んでやろう。次でしまいよ。我が負けることはないと言って。うわっ、うわっ、いや、愛子が我を黄泉へと呼んでおる。己は所詮ただの下方の賊。世に忘れ去らぬ己の生涯積み上げた欲の果てにもはや何も残っておらぬ。